今日から大学生だ。12時間バイトして12時間勉強するぞ。コンビニバリの頑張りですね。意識が低いよ、チミたち。もっとシナジー考えなきゃ。あ、ちなみにシナジーっていうのはね、よーし、今年で留年20年目だ。絶対卒業してみせるぞ、絶対に。やばいやつもいるのか、大学には。抵抗ペンギン。大学を中退するとどうなるのか。先輩、どうしたんですか？全くおいしそうじゃないですよ。お前はどういう基準で俺を見ているんだ？もしかして徹夜明けですか？そうだな、徹夜でバイトしてそのまま授業に来たんだ。ペンギン、バイトなんかやったって将来役に立たないよ。僕みたいにポートフォリオを作らなくちゃ。あ、ちなみにポートフォリオっていうのはね、だから言いたいだけだろ。そうだぞペンギン、バイトもいいが勉強もしなくちゃな。さもないと俺みたいになってしまうぞ。説得力がレベチですね。ということでシャチ大変頼んだ。え、どういうことですか？そういうことだ。さて、ママのご飯でも食べに行くか。なんなんですか、あのただのクズなおっさん。シャチすまん、俺もバイトがあるからこの授業抜ける。先輩も？あのペンギン単位落としまくってるらしいな。知ってる知ってる、もう留年ギリギリなんだろ。先輩大丈夫ですかね。中退する原因。君、このままだと留年だよ。え？バイトが忙しいのはわかるけどさ、単位はちゃんと取らないと。すみません、でもバイトは辞めたら学費が払えなくて。君に残された選択肢はもう2つ、留年か中退。選択肢が狭すぎる。このままだらだら続けてでも卒業できないし、あいつみたいになっちゃうよ。それだけは嫌だ。さあ、中退するかあいつになるか。中退します。学費を払わなくて済む。聞いたか、ペンギンのやつ中退したらしいぞ。聞いた聞いた、結構真面目だったのにな。ペンパイ、やっぱり無理してたのかな。おお、シャチ久しぶりだな。え、ペンパイ、なんで学食に？中退しても学食には来られるからな。ペンパイが元気そうでよかったです。というかすごい量食べてますね。一度お腹いっぱいに食べてみたかったんだ。今まで味噌汁だけとかライスだけとかでしたもんね。学費に当てていた分のお金を使えるから、パンの耳をもらいに行くことも雨で洗い物をすることもなくなったな。どんだけ切羽詰まってたんですか。まあでも今はこんなに元気そうで美味しそうだし心配いらなそうですね。そろそろ餌基準の判断やめない。ニート生活を送る。もう1時か、授業がないと全く起きれないな。そろそろやばい、このままじゃ社会で生きていけないぞ。とりあえず掃除と就活を始めよう。明日から。履歴書が通らない。ペンギン様の今後のますますのご活躍をお祈り申し上げます。やはり中退が響いてきてるな。有名な企業はほとんど履歴書で落とされる。のこの前送った企業の返信だ。顔写真ペンギンってふざけてるんですか。あなたなんか受からせるわけないでしょう。中退以外にも理由がありそうだ。働き口がブラック。やっとのことで就職にはありつけたが、そこはかなりのブラック企業だった。遅いぞペンギン、早く終わらせろ。すみません。ペンギンくんのところで仕事止まってるんだけど。すみません。ペンギンだからって甘やかすと思うなよ。ここでは動物愛護法なんて適用されねえからな。せめて労働基準法は適用してくれ。何か言ったか。何も言ってないです。友達と疎遠になる。今日も残業10時間か、早く帰って寝ないと。パンダさん飲みすぎですよ。シャチ、あれ今ペンパイの気配がしませんでしたか。あんな堅物鳥類がこんな時間にいるわけないでしょ。確かにペンパイならこんな時間には出歩かないですね。あんなことより早く4時間行くよ。まだ行くんですか。ノリ悪いよ。楽しそうだなあいつら。おお、ペンギン、そんなところで何してるんだ。お前はどうした、そんなにやつれて。仕事が少し大変でな、今日も残業帰りなんだ。そうか、仕事が辛いんだな。ああ、ペンギン、そんな仕事やめちまえ。の心配するな、仕事は俺が用意してやる。仲間のピンチだ、助け合わないとな。先輩、いいか、他のやつには言うなよ。これはなインターネットビジネスって言って、座ってるだけで100万円が稼げる仕事なんだ。え、今なら入会費無料、なんなら俺のアドバイス好きだ。さあ一緒にウハウハ生活を送ろう。やるわけないだろそんな怪しい仕事。やはりそうか、今の弱ってるペンギンならいけると思ったんだけどな。こいつは人の心がないのか。一人で抱え込む。明日から30連勤か、俺はあと40年この生活を送らなきゃいけないのか。俺の未来は真っ暗だな。なんだこんな時間に。お久しぶりですペンパイ、今度の土曜日飲みに行きませんか。シャチか。
すまない、その日は仕事で行けそうにないんだ。そうですか。すまないな、シャチ。ペンパイなら中退しても絶対にいい人生を歩めます。うん、でも無理だけはしないでください。それがペンパイの悪い癖なので。自分はペンパイの後輩です。どんなことがあってもペンパイのことは心から応援しています。なので無理しない程度に頑張ってください、シャチ。後輩に励まされるなんて情けない先輩だな。まだまだこれからだ。そして、あ、ペンパイ、シャチ、久しぶりだな。はあ、よかった。今日のペンパイは美味しそうなペンパイです。だからその判断やめて。冗談ですよ。ペンパイ、転職してからどうなんですか？正直かなりいい感じだ。資格を取ったおかげだな。それはよかったです。ブラック企業はほんとやめといた方がいいです。シャチ、今日お前を誘ったのは礼を言うためなんだ。え、急にどうしたんですか？お前が深夜に飲みに誘ってくれた日あっただろう。あの時お前が励ましてくれなかったら俺は転職もしなかっただろうし、こうやって楽しく飲むこともできなかった。いや、そんなこと、自分はただ、だからお前にお礼がしたいんだ。俺にできることなら何でもやるぞ。え、何でも？本当ですか？ああ、何でもだ。じゃあペンパイを食べてもいい？それ以外で。安い酒飲んでるね、チミたち。久しぶりだなお前ら。おお、パンダと人間のクズか。なんなんなん、パンダじゃなくてこれからはパンダ社長って呼んでくれないかな。社長？パンダさん、もしかして。そうさ、このクズみたいな先輩と一緒に起業したんだ。すごいなパンダ、かなり成功してるみたいですね。こいつ人を使うことだけは天才的でね、それを僕の頭脳が利用したまでさ。お前の会社だけには入りたくないな。ですね。何言ってるの、君たち明日から僕の部下だよ。な、え、君たちの会社僕が買収したんだ。 M&A を見事に成功させてね。ちなみに M&A っていうのはね。そうだぞ、だから俺の部下になるということでもある。俺のためにたくさん働いてくれよ。ペンパイ、最悪な人が上司になっちゃいましたよ。上司には恵まれない運命なのか。ねえ、見て見てよ、ハグラ。よくそこまで黒くできたな。何を塗ったんだ？何もしてないよ、だってこれ虫歯だもん。今すぐ歯医者に行け。次回、10年間歯磨きをしないとどうなるのか。この芸をペンギンに見せたくて頑張ったんだ。体張りすぎじゃない。ブラック企業家。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。